問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 1一番「電話話で妻と夫夫がししていまます。すはこれかから何をしますかもしもし今用事が終わったから帰ろうと思って駅に来たんだけど電車が動いてなくって」え本当うん少し帰る時間が遅くなっちゃうと思うそろそろ暗くなるし洗濯物を取り込んどいてくれるわかったそれから もうすぐ荷物が届くことになってるから、受け取っといて。ああ、それさっき届いたよ。晩ご飯どうする作っておこうか。ありがとう。それは大丈夫。何かすぐ食べられるものを買って帰るから。それより、庭の花に水やっといてもらえない色々頼んで悪いんだけど。わかった。 夫はこれから何をしますか二番クリーニング屋で女の人と店員が話しています。女の人はワンピースをいつ取りに来ますか すみません。このワンピースお願いします。いつできますか？えーっと、今日は水曜日ですね。土曜日にお渡しできます。そうですか。その日に結婚式があるんで、その前日までには取りに来たいんですが。急ぐようでしたら500円高くなってしまいますが、預かった翌日にできるコースもありますので、そちらにしていただけないでしょうか。わかりました。 あ申し訳ありません明日は定休日なのでじゃあその次の日ですねはいよろしくお願いします女の人はワンピースをいつ取りに来ますか 3番会社で男の人と女の人が歓迎会について話しています女の人はこの後まず何をしますか再来週の新入社員の歓迎会僕が準備することになってたでしょちょっと手伝ってほしいんだけどうんいいよ営業家全員に出られるかどうかを聞いてくれるもう店は決まってて 大体の人数は伝えてあるんだけど、そろそろ最終的な人数をお店に連絡しなきゃならないんだ。わかった。全員に聞いたら、店に電話して、人数を連絡しておいてくれるその店、今日は休みだから、明日以降でいいよ。それから、メンバーが決まったら、僕にもメールで教えて。参加する人確認したいから。うん。他になんかない歓迎会で何をするか、内容を決めなくちゃいけないんだけど、 それは自分でやっておくよじゃあよろしく女の人はこの後まず何をしますか四番大学の英語セミナーの説明会で 係りの人が話しています。参加したい学生は、まず何をしなければなりませんかえー、夏休みの上級英語セミナーについて説明します。セミナーに申し込みたい人は、インターネットでテストを受けてください。テストの点数によって参加できるかどうか決まりますから、必ず今週中に受けておくようにしてください。 結果は来週学生課の前の掲示板で発表しますのでそちらで確認してください。セミナーの申し込みは結果が出た後にします。参加費の振り込みも同様です。申し込み期間が短いので気をつけてください。参加したい学生はまず何をしなければなりませんか 5番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか佐藤さんちょっとアンケート調査の結果の入力をお願いしたいんだけど今忙しいあ、新製品のサンプルを支店に送る準備をしていますああそれね それはもう少し先でも大丈夫だよそうですか入力には時間がかかるでしょうか明日の会議の準備もあってああそっかそれもあったね忙しいところ悪いんだけどこっちも急ぎなんだ前にもやってもらったことがあるから佐藤さんに頼みたいんだよね会議の準備って何が残ってるの資料ののの印刷とと部屋の準備とお弁当の注文です。そうか。じゃあ、 そっちは大野さんに頼んでおくよ。わかりました。じゃあ、すぐします。女の人は。この後。まず、何をしますか。六番。 会社で男の人と女の人が話しています男の人はこの後まず何をしますかパソコンをずっと使ってるせいで最近肩が痛いんだけど何かいい方法ない体操がいいと思うよ体操教室とか申し込んでみたら私うちの近くの体操教室に通ってるけど肩の痛みが取れたよあ,あ。 でも最近仕事忙しいよね。うん、行きたいんだけどね。あ、体操教室の先生が作った DVD があるんだ。それ見ながら自分でやるのはどう先生は以前病院で患者さんに体操を教えてたりして人気があるんだ。ふーん、病院で教えてたんだ。それは良さそうだね。うん。インターネットで手に入るから頼んでみたらうん、今日にでも。あ、それから、 会社の近くのスポーツクラブの無料チケットがあるからあげるよ。そこでも簡単な体操を教えてくれるから、仕事落ち着いたら行ってみて。ありがとう。そうする。男の人はこの後、まず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。うちで、夫と妻が話しています。妻は、どうして昨日、新しい掃除機を買いませんでしたか 昨日、掃除機の調子が悪いから、新しいの買いに行くって言ってたけど、どうしたなんか、広告見て気に入ったのがあったんだろあのね、今まで使ってたあの掃除機、壊れたと思ってたんだけど、また動くようになったの。えあの、広告で見てた掃除機、値段もそんなに高くなかったし、もうそれを買おうって決めてたんだけど、まだ動くんだったら、買わなくてもいいと思ってやめたんだ。 そっか。だけどすぐ壊れるんじゃない僕明日休みだし一緒に買いに行こうかいいよ壊れたらその時は一緒に新しいの見に行こう妻はどうして昨日新しい掃除機を買いませんでしたか 2番会社で男の人と女の人が話しています男の人は何のために貯金を始めましたか 今朝新聞で見たんだけどある調査によると日本では70%近くの人が毎月貯金をしてるんだって多いね年をとってからの生活のためにっていうのが一番多くて家とか車とか高価な買い物のためっていうのも多かったよ実は僕も今年から貯金を始めたんだあ確か長い休みをとって海外旅行したいって言ってたねそうじゃなくて 大学院に入って学びたいと思ってるんだ海外でねそうなのじゃあ頑張って貯金しないとねああ私も頑張って働かないと去年家買うのに貯金全部使っちゃったからな家買ったんだからすごいよ僕が家を買えるのはいつになるか男の人は 何のために貯金を始めましたか三番留守番電話のメッセージを聞いています女の学生はどうして食事に行けないと言っていますか 田中です。今日のランチの約束なんだけどごめん昨日の夜うちの猫が怪我してね今日母が病院に連れてく予定だったんだけど急な用事ができたから私に行ってくれってごめんねあそれと私今日の夕方はアルバイトがあるからクラブの話し合いに出られないって言ってたけどバイトの日が変わって行けることになったよじゃあ 後でほんとごめんね女の学生はどうして食事に行けないと言っていますか4番会社で男の人と 外国人の女の人が話しています。男の人はこれからどうやって女の人の国の言葉を勉強することにしましたか サラさん、今度サラさんの国に2ヶ月出張することになったんだ少し言葉を習いたいんだけど誰か教えてくれる人いないサラさんは忙しいよねうん私はちょっとあ友達紹介するよいい人がいるよかったテレビの外国語学習の番組見てやってみたけどなんかよくわからなくてその友達 日本語はあまりできないんだけど国で外国人に教えたこともあるよえ、日本語できないのこの前一度インターネットで会話のレッスンっていうのを受けてみたんだけど日本語の説明少なくて困ったんだよ。それはグループレッスンだったから質問もあまりできなくてどこか学校は探してみたインターネットで探したけどうちから通えるところにはなかったんだうーん。 やっぱり個人レッスンがいいからその人に頼んでもらえるうん分かった私も日本語を習った時日本語だけで教わったからきっと大丈夫男の人はこれからどうやって女の人の国の言葉を勉強することにしましたか 5番。レストランで店長と女の店員が話しています。女の店員は店について何が問題だと言っていますか 店がオープンしてやっと1ヶ月経ったけど、何か気づいたことあるそうですね。はじめは朝6時っていう開店の時間はちょっと早いと思って、お客様がいらっしゃるかどうか心配だったんですが、近所の方がよく朝食を食べに来てくださるので驚きました。確かに予想以上だったね。はい。それと、食事が済んでいるのにずっとお帰りにならない方が、 結構いらっしゃるのが気になりますアルバイトの森さんが言ってたんですけどせっかく来てくださったお客様が席がなくて入れないっていうことが何回かあったそうですそういう時はお客様の気分を悪くさせずに席を空けていただくように頼まなきゃいけないんだけどうちの店は若い店員が多いから上手に伝えるのは難しいかもしれないね。 女の店員は店について何が問題だと言っていますか ?6 番女の学生と男の学生が授業の発表で使う資料について話しています。二人はこの後まず何をしますか ねえ、社会学の授業で一緒にやる発表のことなんだけど。うん。準備も終わったし、発表を待つだけだね。実はね、昨日ゼミの先輩に、私たちが準備した発表で使う資料とか発表の流れを見てもらったら、先輩が問題点をいくつか挙げてくれて。直した方がいいと思うんだ。どこうん。まずね、せっかく自分たちで調査して面白い結果が出てるのに、 数字が並んでるだけだから伝わりにくいって。じゃあ、グラフを加えようか。そうだね。それからもう一点。私たちの主張が発表の最後にしかないから、途中まで何が言いたいのかわからないって。ねえ、発表の流れ変えてみないうん、やってみよう。流れを変えたら調査結果の見せ方も変わってくるだろうから、グラフのことは後にして、それからやろう。うん。

問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番テレビでアナウンサーが話しています皆さん突然ですが私左利きなんですマイクを持つのも左手 箸を持つのも左手です。今来ているこちらのお店、文房具などちょっと見たところよくある普通のものが売られていますが、大変人気があって全国からお客さんが集まってくるそうです。すべての商品が左利きの人のためのものなんです。普段はあまり意識しないかもしれませんが、普通のハサミ、包丁などは 右手で使うように作られています。こちらのお店には日常使うものからパソコンのキーボードなどの電気製品、ギターなどの楽器まであるんですよ。すごいですね。アナウンサーは主に何について話していますか 左利き用の道具の特徴。2>, 2、左利きの人の苦労。3、この店で扱っている商品。4、この店の利用客の感想。 2番 2> ラジオでスポーツ選手が話しています怪我で思うような成績が出せずテニス選手としての活動を休むことにした後選手を辞めて指導者になることも考えましたでも目標を持って頑張る若い選手たちの試合を見てまだ諦められない気持ちが出てきました自分もその場所に立ちたいと思い 選手を育てるのはもう少し先でもいいと思ったんです休んでいる間も応援してくださった方たちのためにも新しい気持ちでやっていきたいと思いますこのスポーツ選手が伝えたいことは何ですか一選手としての活動を休むということ 選手をやめるということ。指導者になるということ。もう一度選手として活動するということ。3> 3番テレビで。 博物館の人が話しています子供に科学を好きになってもらいたいご両親多いと思います。でも子供に正しく分かってもらおうとつい大人に説明する時のように数学的な話や専門的な話をしていませんか子供には難しい話をしても仕方ありません。言葉で詳しく説明するよりも 実際に経験させることが大切なんです例えば月での重さの感じ方を教える時だったら地球で1キログラムのものが月ではどのくらいの重さに感じるか持った感覚でわかるようにするといいですよ博物館の人は何について話していますか 1> 1 子供が科学を好きな理由。二、子供への科学の教え方。三、子供に科学を学ばせる理由。4、子供にとって必要な科学の知識。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 一番、約束の時間に少し遅れました。友達に何と言いますか一、待たせてごめん。二、急がせちゃってごめん。三、ごめん、お先に。 2>, 2番、観光の案内をしています。建物を見てもらいたいです。何と言いますか ?1、1> こちらでお目にかかります。2>, 2、こちらをご覧ください。3、お見せくださいますか 3番、荷物を受け取ります。サインするところがわかりません。何と言いますか1、1> どこにサインが書いてありますか 2>, 2、どこでサインを渡しましょうか3、どこにサインをすればいいですか 4番。今日はあまりお腹が空いていません。ご飯を普通より少なくして欲しいです。何と言いますか ?1。ご飯少なすぎるんですけど。2>, 2。ご飯あと少し欲しいです。3。3> ご飯少なめでお願いします。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1>, 1番山田さん、作り直してくれた資料見やすくなってましたよ。1ありがとうございます。よかったです。<S 2わ <2 S 3> かりました。すぐに直します。3, 3もっと簡単にするんですか 2番ねえちょっと木村さんに用があるんだけど見なかったじゃあ一緒に見よう。特に用はないんだけど 3> 3そう他の人に聞いてみて。 3番昨日貸してくれた本読み出したら止まらなくなっちゃったよ。じゃあ全部読まなくてもいいよ。2> 2結構面白かったでしょう。本なくなっちゃったの 4番、どうぞお入りください。すぐお茶入れますから。1、1> おかまいなく。2、ごちそうさまでした。3>, 3、どういたしまして。 5番リーさん、あの、リーさんの研究でお聞きしたいことがあるんですが。1。あ、はい、どんなことでしょうか。2>, 2。ああ、聞いたことがあります。3。3> いえ、質問はありませんが。 6番友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、どんなものをあげたらいいと思う ?1 うん、それがいいと思うよ。2, 2プレゼントをあげたらどう ?3 何でも喜んでくれるんじゃない 7番吉田さん吉田さんはどちらのご出身ですか1東京の貿易会社で働いています 2, 2生まれたのは東京ですが京都で育ちました 3, 3これから東京へ行きます 8番トムさんは日本に来たばかりなのに日本のことよくご存知ですね来る前にいろいろ調べたんですいえ日本には長く住んでいませんよ 3> 3来たばかりですから仕方ないです。 9番寒いね。今夜は雪が降ってもおかしくないね。1降ったらおかしい 2, ?2 これは降るだろうね。3, 3寒いけど降らないんだね。